週末のファーマーズマーケットは新鮮な食材を求める人々で大にぎわい。オーガニックの野菜や三つ星レストランのベーカリー、エッセンシャルオイルの香りを閉じ込めたソイキャンドルなど、さまざまな商品が並んでいます。中でも一番のおすすめはオーガニックのいちごのお店、カリフォルニアの太陽をいっぱい浴びたいちごは甘みがあって大粒です。それではファーマーズマーケットで買ってきた新鮮なベリーを使って、今回はサマープディングを作りたいと思います。このサマープディングというのはイギリスのお菓子なんですけれども、オーブンを使わずに冷蔵庫で冷やすだけで簡単にできますので、ぜひ試してみてください。それでは材料です。いちご 500g、 ラズベリー 150g、 ブルーベリー 150g、 ブラックベリー 200g、 合計1キロになるようにベリーを用意してください。またそれ以外に飾り用のベリーも少しだけ用意しておいてください。蜂蜜1/2カップ、あと食パンを10枚。こちらの食パンなんですけれども、必ず一晩ラックの上で乾燥させておくようにしてください。そうすることによってシロップが染み込みやすくなります。あとこのベリーなんですけれども、いちご 100% 1キロで作っていただいても構わないんですけれども、今回は赤紫色をきれいに出したいので、こちらのブラックベリーを少し多めに使うようにしています。それでは早速作業に移っていきましょう。まずいちごのヘタを取るときなんですけれども、今はこうした便利なグッズが出ていまして、いちごのヘタを簡単にこのように取り除くことができるのがあります。もちろんこうしたものを使っていただいてもいいんですけれども、ない場合はペティナイフ、ちょっと小さめのナイフの先端を中心の方に向かって上から突き刺していただいて、くるくるとこのように回して、そうすると赤いところを無駄にすることなく、きれいにヘタを取り除くことができます。それでは重さを測っていきます。ラズベリー 150g にブルーベリーが 150g、 そしてブラックベリーが 200g。 測り終わったベリーをお鍋に移して、ここに蜂蜜を加えて火にかけます。よいしょ、かなりいっぱいになりますね。これも火にかけるとかなり分量が減るというか、かさが減るので、シロップがかなり出てくるので、このシロップがパンの中に染み込んで綺麗な色になるんです。ここから10分ほど火にかけていきます。なるべくベリーが完全に煮崩れないように、ゴロゴロと残る程度になったら火を止めてください。ベリーを煮ている間にパンで生地を作っていきます。
食パンの耳はすべて取り除いてください。すべてパンの耳が切れました、そうしたらこの食パンをこのボウルの中に敷き詰めていくんですけれども、まずラップをボウルの中に敷きます。長めに2枚ほど敷き詰めるんですけれども、こう1枚ボウルの中に入れて、さらに十字になるようにもう1枚のラップを敷き込みます。このような感じでくっつきやすいので気をつけてくださいね。でなるべくこの辺はこう余裕が出るようにしてください。こんな感じで大丈夫ですね。そしてこの中に耳を取り除いたパンを敷き詰めます。まず1枚をこう真下にこのような感じになるように入れまして、次にボウルの側面に沿わせるようになるべくこう少しずつ重ねながら隙間ができないように敷き詰めていきます。こんな感じ。このように 1,2,3,4,5,6,7 枚入ったところで、さらに上に蓋をするんですけれども、ぴったりとはまるように1、2枚とあと1枚を半分に切りまして、このような具合に覆いかぶせるようにします。この部分をカットしていきます。このような感じ、大体で大丈夫です。蓋がこのように出来上がったところで、中にフィリングを入れていきます。まずはこのベリーの具だけを中に入れていきます。よいしょ。感じでたっぷり詰めていきます。でここでですね、シロップを少しだけ残しておきます。で最後はあっと流し込んで、たっぷり流し込んでパンに染み込ませます。よいしょ。こんな感じですね。でここに先ほどの蓋をします。よいしょ。こんな感じですね。そしてラップをですね、起こしてこ
包み込みます。上から圧力をかけて、例えばこういうお鍋の蓋なんかがあったらこれを乗せてですね、でここに重りなんかを置いてもいいかもしれません。でこの状態で一晩冷蔵庫に寝かせます。一晩寝かせたサマープディング盛り付けていきましょう。このように缶ジュースなどでおもしにしてもいいかと思います。蓋を開けた、いい色。状態を、かぶせてひっくり返します。1、2、3、できたかな。プリンをひっくり返すような感じで、できた。まだちょっと白い部分があるんですけれども、綺麗なドーム型のプリングできました。おお。で、ちょっとこのままだとまだ白い部分が残っているので、ここに取っておいたシロップをかけていきます。白い部分がなくなるように塗り込んでください。ここに飾り用のベリーを盛り付けていきます。どうしようかな。いちご、ブラックベリー、ブルーベリーにラズベリー、これかな。でさらにミントを乗せて、で周りにこのように散らしてあげても可愛いですね。このような感じで出来上がりました。